こう難しかったんじゃないかなとかって思うんですけれども、私はかなり楽しんでましたね、板振るのを。そうなんですか。すごいなんか板振りがいがあるんですよ。何なんだろうね、何なんだろうね、何なんだろう、年上なんですけどすごいいじりたくなるというか、いじりがいがある。でもすいません、すごく見えました。わかります、なんか夏菜さんも楽しんでるなっていうのと、なんかすごい楽しかったですね。なんかだから本当の関係にそういうなんかあのふざけたコミカルなコメディ部分っていうのは本当の私と三浦くんの関係に似ているというか、逆にあんな真剣になることがないよね、真剣なシーンは。ね、そう、あれはないなっていう感じなんですけど、力関係というか茜と亮太の力関係はかなり、尻に敷かれてるとかのレベルじゃないですね。そんなことないよ。靴で乗られてるみたいな。もう顎で使った。そんなことない、そんなことない。反応が楽しい、可愛いんですよ。だから私がなんか茜としてあの役の中で、あの指図したりとか、結構茜はこう手のひらで転がすようなところあるじゃないですか、亮太を。あの時の反応が多分リアルなちょっと三浦くんの反応でもあると思うんですけど、なんて言うんだろう、挙動る。ね、挙動る、挙動る、すごい挙動不審に、あの、なんとかしてよとか茜が言うとすぐにおろおろってする三浦くんが可愛くて、私はすごい楽しかったです。よく見てんね。初めはあの亮太っていう役がまあいろいろ背負ってたりするんで、作んなきゃいけないなと思っていろいろ考えたんですけど、だんだんこう撮影が長くなってきて疲れてきて、睡眠時間もないし、だんだん亮太が三浦になってきて、ほぼ作ってなかったです。最後の方ね、最後の方。あ、そういうもんだよね。お家でもそういう存在だったりするんですか、お兄さんに。あ、聞いたことない。あ、いや、どっちがツッコミ、ツッコミは、あ、いや、なんだろう、わかんないけど。ツッコミはいるの、いない、みんなボケ。ツッコミは不在。不在。不在なの。まあ兄貴の方が根がしっかりしてるからあんまりブレないでずっといるんですけど。根しっかりしてないの。根はしっかりしてない。なんか両親もしっかりしてるし兄もしっかりしてるのに、あ、みんなしっかりしてるから頼り切ってダメになったタイプですね、多分。そうなの。でもそんな風に見えないよ。そうっすか。うんうん、大丈夫大丈夫。あの本当によくできたミステリーなので、あの一度見ただけだとわからない部分も二度見るとすごく楽しめる部分が、結末を知ってもう一回見た方がすごい楽しめる映画だと思いますし、映画の中に出てくる部屋のセットもすごくあのこだわって作っているので、その人物の裏側の背景もぜひ楽しみながら見ていただきたいと思います。あのミステリーなのでネタバレになっちゃうのでこれ以上は言えないです。楽しんでもらえればと思います。そうですね、監禁探偵っていうあの題名もあることなんですけれども、確かに私が監禁をされるところから物語は始まるんですね。なんですけど、そういう状態のことだけじゃなくって、その精神的に監禁されている私たちこう若者2人が最終的に解放されるのか、それともされないのか、真実にたどり着くのかっていうのは一緒にこうスピード感ある作品でもあるので、ぜひその部分も楽しんでもらえたらなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。